せめてそこではね。え？何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 が起こった今？このパチンコ仮面ライダー轟音の実践を行っていきたいと思うんですが、はい、レインボー、レインボーホリューだ、すごいありました。さあこれで新色が全滅が一つ流です。手入れもしんどいですよね。手入れでもなかなか、まあ、その前に当たるか、当たった。いやーまずい、ちょっとまずいことになってきました。残り10回転です。駆け抜け120回の時短がついている可能性はありますけど、あーマジか。うわー最初のラッシュ、初めてのラッシュ当てれませんでした。120回転時短もなしか。最悪の結果でした、最悪の結果でした。ニュータイムってやっぱなかなか難しいですね。なかなかいかないですよね、その前に当たっちゃいますね。ニュータイムストッパーが発動しましたね。そんなのはない、そんなのはない。普通に打ってまたらん、ニュータイム目指したら届かん、当たったと思ったらラッシュに入らん。全部悪い方に行きますよ、トイさん。どうしたんですか。ですね、踏んだり蹴ったりじゃないですか今日。やっぱ相性悪いのか。相性悪いですね。まあそんなこともあろうかと、もう一つ今回企画用意してます。なるほど、超伊達天手玉対決。まあやっぱり超伊達天はね得意棋士ですから、はい、トミさん。そうですね、この番組でも一撃3万発オーバー出してますんで、はい、まだまだこれからね、タコガーテンさんでは増大もしていって、そうですね、もう息の長い棋士であってほしい棋士ですし、そこラッシュなければ伊達天勝負いきましょうか。そうですね、いやトミーさんとライダーとの相性の悪さっていうのがね、これで分かりましたね。ちょっとこれはしばらくトミーさんはライダーさん受けといた方がいいかもしれませんね。そうですね。さあというわけでこちらもね、人のことは言えません。2回のあたりあって1回ラッシュありましたけれども、結局駆け抜け、新食感選別ラッシュのいいところっていうのは全く見せることができませんでしたが、まあちょっとね限られた時間でやってますので、今回の仮面ライダーゴーンはここまでということで、この後はですね、大工の源さん超伊達天コーナーに移動して、まあ、そこで一撃対決をちょっとねやりたいと思います。せめてそこではね。え、はい、え、何何何何何が起こった今。めっちゃノーマルでしたよ。え、時短中120回転、お特殊2だ。わすごい、マジで。いや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 、さすがやっぱ仮面ライダーもういけるんじゃないですか。これは楽しんでて、いや、やってやりましょうよ。やってやります。なんかいいこと起きそうじゃないですか。そうですね、はい、いやさあこれでトミーさんもラストということで、新チョッカー殲滅ラッシュ。びっくりした。ちょっと僕がね全くできなかったので、そうですね、はい、トミーさんに期待して。40年の時を超えた。え、どういうこと、今時短中、リビューチの当たり。そうですね、121回で、まあでもあの、終了画面出ましたもんね。そうですね、保留で当たったってことか。そう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 、珍しい。
やってやりましたよ。やってやりましたね。なんか一気に息を吹き返しましたね。まあ1万発、10連回1万発あれば最高ですね。はい、いやちょっと挽回したいな最後。おお、紫王龍、おお、ピーフラッシュ、すごい、1500あたり、あっさり当たるんですね。よっしゃい、なんかいきなり調子上がってきましたね。もうさっきまで意気消沈だったのに。でも気持ちいいですよね、これがやっぱりね、80% が1500本っていうところが当たれば常に期待が持てるってところいいですね。1500に、とりあえず1万発っていうところを目指していきたい。そうですね、こうね、やっぱりご自身のホールで担当しているホールで打って実際にそうやって大当たりで玉箱を変えてもらうことでお客様の立場というか、そうですね、お客様がこんな感じで打ってるんだっていうのも改めて感じれるでしょうし、普段やっぱりお客様をお迎えしているだけでは気づかない部分っていうのを打ってみて気づくこともありますのでね。確かに確かに、自分の店であえて打つっていうのも面白いですよね、店長さんとか役職の方が。ちょっと喋ってるうちにもう50回、残り50回切りました、ね、早いです。はい、よし、あ、当たりますよ、当たりますよ、さあ当たります。よし、イカ男、イカデビル。青かあ、でも優勝です、だいぶ。その後リスキングできれば当たり、あ、ダメか、あ、当たり当たり、意外とあるんですよね、ステージはこれが順調で。3回目からは6か、まあまあそこはしょうがないですね、当てることが大事。でもスピード感はありますね。ありますね。別に早く消化されるから悪いわけじゃないですから。そうですね。あとこう無駄に引っ張られる力がないっていうところがいいところですね。そう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 、まあ、体感としてなんか違和感のある感じじゃないですね。十分。はい、ああやばい。いやー弱っ。続かないもんだな。ないんか、特殊2で4ラウンドあたりに、え、あ、いや、もうないですよ。ちょっとちょっと、トミさん、いでていきましょう。何発だったんですかね、結局今ね。3780。まあ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 、僕人のこと言えないですけどね、ちょっと期待しましたけど、2人とも不甲斐ない結果ということで、はい、伊達行きましょうか、はい、ちょっとね、このままじゃ終われませんよ。そうですね、スカッとこう爽快に出るところを見ていただきましょう。です、ね、ですね、ということでこの後超伊達店で、出玉対決したいと思います。
からは大工の源さん超伊達店で、すでに超限ラッシュに入れていただいてます、はい、で、まあ、ラッシュタイムの方が ね、もう時間経ってますけれども、こちらで出玉対決をします、はい、というわけで超伊達店、はい、ちょっとね、あの仮面ライダー不甲斐ない結果に終わりましたので、うん、そうですね、しっかり出して終わりましょう。挽回したい。お願いします。お願いします。こう一瞬で決まるからね、この勝負。ハンドルを左に戻してくれい。はい、もう当たった。ハンドルを左に戻してくれい。早い早い早い。まさか、どうさ、うわ気持ちいい。やっぱ伊達たまらんですね。まさかね。あ、大丈夫だ。はいはい、大丈夫。早速9ラウンド。はい、大丈夫。すごい、終わったら面白かったのにな。大丈夫でーす。よし。いやー、びっくりしましたね。やっぱ4回転目までいくとね。でも、大体緑に変わるだけで熱いですもんね。いや、そうですね。あれはもう色変われば、ほぼ実戦上外すことほぼないかなっていう。見たことないですね、外れたの。さあこっちはこれが2連目ですね。やっぱ気持ちいいですね。気持ちいい。3回目ですね。3回目。すごいよね。あー、すごい。やっぱこの瞬発力はたまんないですね。あんなにね、2時間くらい頑張ってでようやく3連発でしたけど。あれ、え、いやまさかね。まあ、まさか緑に変えちゃえ。何パーセントや思ってるんですか、93% ですよ。ただ今日は継続止めるぐらいですからね、僕5もそうですね。そこがちょっと怖いところ。黄色のまま。375。あ、もう超えとるやん。もう超えとるやん。うわー、いいですよ、もうワンチャン。いいですよ。いいんですか。おい、じゃあ隣に行きます。はい、ちょっとね、まだトミーさんが続いてるんで2台目行きます。サッカーの1300。おっ、おっ、おっ、たまに思うんですけど、はい、たま熱って時ないですか。あ、あります、あります。あります、あります。むっちゃ熱かった今。これやっぱ研磨の種類なんですかね。そうですね、そうです、そうです。布研磨だとそこまでなんですけど、はい、熱でやってるとことか、あと何だろうな、ポリ、ポリか。あ、ポリですね、ポリのやつが熱くなるんですよ。ポリ研磨って小さいビーズみたいなのがいっぱいあって、それでこう球をこすってね、清掃してるポリ研磨ってあるんですけど、あれポリ研磨大変ですよね、手入れもね、下手したらホールにポリが散らばって大変なことになりますからね。あとポリで球が詰まってたりしますよね、ですね、裏で。あるあるですね。で、加工があってたポリテーマなんですか。ポリですね、はい。あー、大変。ポリも入れ替えなきゃいけないですからね。そうですね。まさか、まさかね。まだ終わってないです。
これやばくないか。準備完了だ。最高の一撃で。もう怖い。やっぱこの出玉力は電撃最強ですね。いやーてか今までのでもないんじゃないですか、この速さは。この速さはないですよね、パチンコ台史上最速。最速です、最速です。おっ、今何発ぐらいですか、トミーさん。まあ5000発ぐらいかな。あ、5000発超えてるんだ。早い。準備完了だ。最高の一撃。4653発。しょぼい結果ですね。しょぼいっすね。5000届かないっすか。左に戻してくれ。あ、それは残念。おお。おお、強烈。はい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 。いや、最初から。ケンさんでよかったんじゃないかって言ったらね、ちょっともう元も子もないですけど確かに確かに。おー、グーラウンドで、以前打った時はまだ導入直後ということで基本的なことしか分かってなかったんですけど、まあ、どうやらこの大工のケンさん超威打点、通常ゲームはいろんな演出の法則があるみたいで、先輩図柄と発展先との組み合わせ信頼度がとかですね、まあ、そのあたりも、ね、見ながらまた打てたら面白いなと、ね、はい、思いますね。見ていきたいですね。終わりませんよ、終わりません。本当にすごい台になっちゃったよこれは。1万発は出しますよ。そうですね、はい、なんとか。これあの結構やっぱり、まあ、ライダーもそうだし超威打点もそうですけど、お客様の評価とか例えばお店側の評価とかいろいろあるじゃないですか。でも意外と、あれ、ちょっと今いい話しようと思ったのにな。終わらんでくださいよ。でも、いやそろそろ色が変わってくれんと。シンフォギアもそうですし、はい、ゲンさんもそうですけど、この時間で弾を消費させるっていうのがうまいですよね、ホール側からすれば。ああ、うん、ここほんま打たなくていいゾーンなんで。あれ、もうつい、つい打ってしまうね。はい、というわけで今日は仮面ライダーゴーオン、そして P 大工の源さん超威打点の2機種打ってまいりました。まあトミーさんも僕も今日ちょっと調子悪くてラッシュ中出たままやることできませんでしたけれども、まあまたね超威打点の方も通常時から回していきたいと思いますし、はい、また加古川店さんはじめキコーナグループさんいろんな最新台導入されていきますので、また新しいパチンコ台スロット台挑戦していきたいと思います。それでは今日はこの辺でエンディングに行きましょうか。はい、はい
はい、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっとね、今日は仮面ライダー5のいいところを見せようとしたんですけれども、出玉という面ではちょっと乏しい内容となってしまいました。はい、ただ大当たりはね、プレミア演出のあのレインボー保留があったりとか、はい、まあね、ノーマルに近いような状況で当たりもあったし、当たりもあったりとか、あと U タイム直前、あと残り100回転を切ったところで初当たりしちゃうっていうね。あれ850過ぎたあたりですよね。だからこれも、まあ、これからのパチンコあるあるになってくるのかもしれないし、 ね、そもそもこう台を選ぶときもやっぱりこれまでのパチンコ実戦ではなかったような台の選び方をしてるわけじゃないですか。ですね、はい、まさにこうパチンコ新しい時代に入ってきて、楽しみ方がますますこう幅広くなったなっていうのは感じましたね。そうですね、はい、はい、まあ、出るか出らんかっていうのはもう本当打ってみないとわからないところなので、うん、まあね、今日この仮面ライダーを見てちょっと面白そうだなと思った方はぜひチャレンジしてみてください。そして、はい、ご紹介しました通り、こちらキコーナ加古川店さんには全部で41台仮面ライダーゴーン導入されております。そして、後半でも打った、大工の源さん超伊田店、こちらも20台の設置ありますので、はい、ぜひ加古川市内お住まいの方、お近くにいらっしゃる方はですね、キコーナ加古川店さんの超伊田店、見に来てみてください。でちょっと気が早いですけどね、キコーナ加古川店さん2013年12月17日グランドオープンいたしましたということでね、また12月は誕生月間にもなりますので、まあ、このあたりも注目していただきつつ、まあ、なんでね2013年12月17日のこのグランドオープンのポスターをあえて出してるのかっていうのもね、なんかこう意図を汲み取っていただけたらなというところがありますので、引き続きキコーナ加古川店さんはじめキコーナグループさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。